車代わりにっていうのもありますし、判決が家族に責任はないと言ったからといってまあ、いいわけでもなくっていうのは正直、まあ、この一連の裁判ですけれども、一審二審では賠償責任はありとされてきたものが最高裁でなし、監督義務もなし、まあ、こういう形になったわけですけれども、平松デスクに聞きます。判決のポイント。はい、大きな初判断、初めての判断というのが2つ示されました、うん、まず上の方、これね、認知症の例えば妻、はい、もしくは認知症の夫、そういう認知症かかった場合はその配偶者がね監督責任を負うというような、そういうこれまでそういう流れだったんですが、今回の今日の判断では、いや違いますよと、それは、まあ、夫婦だからといって必ずしも監督責任者ではない、監督義務を負うわけではないという判断がもう一つ、はい、そしてもう一つはこの下の方なんですけど、うん、かといって、まあ、一緒に暮らしてたりするとその家族は、まあ、監督しなきゃいけない、そういう立場にはあると。じゃあでもそれを責任問えるかどうかっていうのはここにありますね。この総合的に考慮してください、でその人に置かれた生活の状況、その人がどういう立場なのか、どういう状況なのか、状態なのかっていうのを総合的に考慮して責任を問うべきかどうかを判断しましょうという話。そうなるとですね、今回のケースは奥さん妻自体が要介護1なんですよね、はい、そうするともうそれは責任を問えないでしょうと、そういう判断なんですね。だからこの2つの大きな判断っていうのが今後のね、この介護の現場っていうのに非常に影響が出てくるのかなと気がします。自分の家族が認知症を患って、例えば徘徊をして人様に迷惑をかけてしまう、誰し、まあ、こういうものであったということですが、そうですね、うん、ただ今までは一律に保護者監督義務があるということだったので、うん、それを外したというのは意味が非常に大きいと思うんですね、はい、必ずしもその 全部が全部監督責任ではないということですよね、うん、これから向き合っていかなきゃならない介護時代にこの判断があるかないかというのは随分違うと思うんですね。そうでなければ例えば認知症の家族を抱えた時に施設に預けてしまえばいいじゃないかっていうふうな発想、安易な発想になってしまう可能性もあって、そこはやっぱりこういう判断があればですね、自宅介護もできるというようなことにもなると思うんですね。ね、で平松さん、もう一点ね、はい、今回のケース、まあ、遺族も大変ご苦労されたんだろうなって、ただ JR 東海も被害者という状況の中で、 JR 東海真摯に受け止めますとこうなりました。大きな会社です。例えばしかし子どもさんが認知症の患者の動きによって怪我をするといった時には、まあ、その責任どう考えるか、それを保障どう考えるかっていうとこまた別のテーマとしてありますよね。ありますけども、これを規定した民法の714条というのは基本的に不慮の事故にあった被害者のための法律なんで、はい、その被害者を救済するということがなくなるというわけではないんで、まあ、本当に先ほど言いましたけど、その都度判断されるということになると思いますね。平松デスクでした。3月の北海道を猛吹雪が襲いました。巨大な屋根が100メートルも飛ばされるなど大きな被害が出ています。状態です。雪が巻き上げられ遮られる視界。今朝北の大地を台風並みの暴風が襲いました。やばいやばい。午前7時の北海道札幌市、普段なら通勤通学の人であふれるこの場所は、いやもう外を歩いてる人全くいませんね。もうこっからですとかろうじて信号の明かりが見える程度、もう先のビルなどはね、もうほとんどうっすらと形が見える程度ですよ。また降ってきましたね。うわ、札幌市では午前5時前に3月としては観測史上最も強い最大瞬間風速 33.8 メートルを観測しました。発達した爆弾低気圧が通過し、数年に一度の猛吹雪となった北海道。大
小樽市では取材中に強い風が吹き荒れ、住宅の屋根が今にも剥がれそうな。もう家が本当揺れてる状態。ゴーっていう。いやもうすごいですね。まだめったにこういうことないからね。小樽市では午前4時過ぎに最大瞬間風速 26.1 メートルを観測しました。これが屋根です、ね、飛ばないようにね、はい、あのお前ちゃんの入れてあげて。窓ガラスが割れ、屋根が吹き飛ばされたというこちらの住宅。いや、完全に屋根が剥がれ落ちてしまってますね。大変だ。屋根が全て吹き飛ばされて基礎がむき出しに。剥がれた屋根は一体。取材を進めていると強風にあおられた屋根が現在完全に道路を塞いでいます。折れ曲がった屋根の残骸は住宅からおよそ100メートル離れた場所に落ちていました。恐ろしい。明日からね、お父さん入院するよ。そう泣きたくなっちゃう。ただでさえも寂しいのにね、それも困ってしまった。根元から折れ、道路を塞ぐように倒れた電柱。こちら室蘭市も3月としては観測史上最も強い最大瞬間風速 34.3 メートルを記録。倉庫の屋根が飛ばされるなどの被害が20件以上相次ぎ、停電も発生しました。一方、昨日97センチの積雪を記録した帯広市では軽乗用車に乗っていた19歳の男性が、車のマフラー部分が雪で塞がれ、排ガスが車内に充満し一酸化炭素中毒で死亡。また今日卒業式を予定していた北海道内の高校17校が式を明日以降に延期するなど、猛吹雪は生活にも大きな影響を及ぼしました。青森市郊外を走る国道280号線です。強風により地吹雪が発生し、視界が大変悪くなっています。歩く人の行く手を阻むように横殴りの暴風雪が吹きつける青森市。市内では地元の足として利用される青い森鉄道の駅で屋根が架線に覆いかぶさるように剥がれ、一部運休となりました。今夜にかけて北日本を中心に風が強い状態が続く見込みで、北海道では吹雪恐れがあり注意が必要です。続いてはリオオリンピックの代表をめぐり大揺れの女子マラソン。福士加代子選手がついに重大な決断をしました。トーテム、コンシェルジュ・ソレイユが送る究極のスリルと興奮、五感を揺さぶるサーカスエンターテインメント、ダイハツトーテム、大ヒット上演中。香りでふんわり吸水ナプキン新発売。下着のように優しくフィット、アクティブに動いても安心。初めてよかった。ハオリリふんわり吸水ナプキン。未来は君の中に。君の一歩を支える、東京個別指導学院。無料体験受付中。カオアルジオ、ついに医療用と同量配合アレジオ。本気で花粉と戦うあなたにアレジオ。一日一回長く効くアレジオ20新登場。眠くなりにくい。よろしくお願いします。私の中でお父さんの一番かっこいい像っていうのが、大きいマグロをガシガシさばいていくっていう。 OK グーグル。
思って。魚の娘なんですか。赤落ちです。出ました。引き継ぎ行きます。お魚さんの遺伝子か。遺伝子引き継いでます。 OK Google、 お父さんにマグロさばいたよってメールして。サクシュートロやったよ。